しかし彼女にとって日本は必ずしも住みやすい国ではなかった。20歳を超えたあたり、80年代に入った頃から東京は落ち着いてきちゃって、東京はこうだよみたいな器ができちゃった頃から、なんとなく冬眠してしまいそうな気がして、どこかに行きたいな。だからその頃は常に行ったことがないところを夢見てばっかりいたんだけれど、でその時にちょうど香港映画っていうのが変わったのもちょうどその頃らしいんですね。80年代の初めにあるテレビ局が潰れて、それでわっとその若い映画監督たちが映画の方にテレビから来て、それが香港映画を変えたって言われてるんですけれど、その映画を日本で見て、もうすんごいめちゃくちゃな映画なの。映画の文法とかなんとかっていうのをそれまで教えられてもいるし見てもいたのが全然そうじゃなくて、なんかこんなこともあっていいのかっていう映画で、それを見た瞬間にこんなむちゃくちゃな映画をもっと見ようと思って香港に遊びに来て、そしたら映画見なくても街自体がそんなにむちゃくちゃだったんで、映画はいいからここで住もうと思って、でもそう簡単には住めるわけでもなくて、日本でやっていた仕事をすぐに整理もつけられなくて、それが初めて思ったのが85年だったんだけれど、87年からやっと香港に住めるようになった。